はい、というわけで皆さんどうもオクサートでございます、いかがでしたでしょうか。僕はねまだ引き続きこうバリの旅を楽しんでる最中なんですけれども、今回の動画っていうのは、ミュージックベッドの提供でお送りしております。でミュージックベッドは僕がねここぞという、まあ、作品を作るときに使用する音楽サービスの一つで、なぜなら通常では簡単に使用することができない世界中のねリアルなアーティストの楽曲っていうのを正式にライセンスを受けて使用することができるサービスになってます。取り揃えてる4万曲以上の楽曲っていうのは本当どれもめちゃくちゃクオリティが高くて、それらの楽曲を使用することでもう本当に映像のレベルっていうのがもう1段も2段も上がってくると僕は思ってます。でさらにミュージックベッドはその自分の思い描いてる音楽っていうのを探すのが本当に簡単で、単純にムードとかキーワードだけじゃなく、そのまあキーとかあとは BPM とかね、そういったものから探すこともできるので、本当にそのサイトの設計自体がフィルムメーカーのことを考えて作られてるなというふうに思います。ぜひ概要欄のリンクの方からミュージックベッドのサイトにアクセスしてもらって、その違いっていうのをね自分の目と耳で確かめてもらえればなというふうに思います。もし1年間の年間プランを契約するっていうことであれば、プロモコードを OXOUT って入力してもらえると1ヶ月間さらにねその契約期間が延長無料でできるっていうような、まあ今回クーポンもついているので、ぜひね、そちらの方も検討してもらえればなという思います。というわけで、本日の動画は以上となります。まだねこのバリの旅の映像っていうのも続いていくと思うので、ぜひね他の動画もチェックしてもらえればなというふうに思います。では、皆さんまた次の動画でお会いしましょう。 Peace